またナルシストについてお話していくんですが、まずナルシストの生態を調べてみたら、面白いことに口癖がみんな同じなんですね。彼らの物事に対する思考っていうのが本当に似ているんですね。基本的なナルシストの特徴なんですが、ナルシストは相手の価値を下げて人を見下します。そして人のことをけなすんですね。プライドが高いので自分の方が偉いとか、自分の方が優れているとか、自分が一番っていう考え方を持っています。ナルシストはメンタルが強く自信に満ち溢れているように見えますが、でも本当は自分に自信がないんですね。自分の価値を測るっていうことが苦手なんですね。要するに自分に価値があるっていう感覚を持っていないんですね。なので他人に認めてほしいっていう欲求がものすごく強いです。自分の価値を自分自身で認められないので、いつも心が不安定なんですね。なので彼らはほんまに臆病です。でも実際はナルシストじゃなくて、相手がまともで相手が強い精神を持っているんですね。でも相手がおかしい、君はちっぽけで弱い人間だと思わせることをしてきます。それをマニピュレーションって言うんですね。それではナルシストの口癖についてお話します。一つ目は、話してるのに割り込まれたと彼らは言います。代表的なナルシストの特徴で、話をねじ曲げるっていうのがあるんですね。話をねじ曲げて相手を混乱させます。彼らは事実を少し歪めて話すんですね。例えばナルシストと会話中、自分の思うように話が進まなかったら、自分が話していたのにと被害妄想をして、相手が自分の話を中断させたと言って相手を責めるんですね。なのでナルシストと会話中、人のせいにして操作するので、ナルシストとはまずまともな会話っていうのができないんですね。二つ目は、また昔の話を掘り下げてくるの。例えば、まあ夫婦とかでも、彼氏彼女とか友達でも、家族でもそうなんですけど、話をする必要があることに関しても、都合が悪くなると、ナルシストは、もう終わったこと、昔の話、そのことについてはもう話した、と言って会話を中断させたいんですね。ナルシストは、ほんまに自分勝手で自分中心です。他人のことを考えず、自分だけのことを考えるんですね。まず、ナルシストじゃなくて、まともな人と会話している場合は、相手は自分のことを尊重してくれるし、自分も相手のことを尊重して、ちゃんとした会話が成立しますよね。でも、ナルシストは、自分に非があっても、絶対に謝らないんですね。なので、相手に問題があるというふうに、相手に罪悪感を植え付けながら、時にはナルシストは相手に謝らせたり責任転換をするのが得意です。3つ目は、君はどうなの？と言ってきます。指摘した時などに話をそらして相手を責めるんですね。例えば、君も〇〇せんかったやんとか、君も〇〇って言ってたのに〇〇したやんとか言って、こういった相手がすっごいしつこいんですね。ナルシストは自分の失敗を反省することなく、全部人のせいにしてきます。もしこっちがナルシストを指摘したら、彼らは理不尽なことを言って攻撃してくるんですね。他人を責める人っていうのは人の荒探しがすっごい得意です。相手の長所を見つけず、短所ばかりを探すんですね。こういう人っていうのは、いつも人のことを批判したり、ネガティブな発言が多いです。単に自分の失敗から来るストレスを相手にぶつけて、怒りを発散するんですね。でもその後彼らは、何事もなかったかのように行動します。4つ目は、結局どうして欲しいの？これは彼らなりの謝罪の形です。結局どうして欲しいのって、謝れないので、ごめんなさいの代わりにこれを言うんですね。先ほども言ったように、彼らはほんまにプライドが高いです。なので絶対に謝ることができないです。彼らは共感力がすっごい低いので、謝ったとしても嫌味に聞こえたり、感情がこもってなかったりします。そもそも彼らは悪いっていうふうには思っていないこともあります。
彼らがごめんなさいって謝っていても、それは本当の謝罪ではないんですね。心の中で悪いって思っていても謝らないこともあります。彼らは相手を傷つけても罪悪感っていうのがないんですね。なので彼らは反省しないですし、何回も同じことを繰り返します。でも彼らはガラスのハートを持っていて、とっても傷つきやすいです。5つ目は、そういうふうに考えているのは君だけだと言ってきます。彼らはガスライティングを使って相手を洗脳するんですね。ナルシストの周りの人間をフライングモンキーって言います。彼らはフライングモンキーを自分の駒のように使います。ナルシストはマスクをかぶっていい人を装っているんですね。仮面をかぶっているのでいい人のように見えるんですが、政治家だったり弁護士だったりキラキラママだったりします。彼らは裏の顔を持っているので、悪い噂を周りに広めたり、心の中は嫉妬心でいっぱいな時があります。ナルシストはフライングモンキーを巧みに操ります。フライングモンキーはナルシストは素晴らしい人間だと信じています。なので私が正しくてターゲットがおかしいという考えを植え付けてくるんですね。彼らはガスライティングを使って事実ではないことを言ってきたり、嘘を本当のことのように話してきます。ナルシストは実際その状況の中で悪い立場にいたとしても、ターゲットが悪い人間でターゲットがおかしいというふうに言ってくるんですね。なのでナルシストはフライングモンキーを使ってターゲットを孤立させようとしてきます。フライングモンキーも同類で、ナルシストのナルシスト的な行動を手助けします。なのでターゲットはガスライティングをされると、彼らの言ってることが本当だと信じてしまうんですね。で、6つ目は、君がそうさせた、君が悪い、君のせいだと言ってきます。彼らは自分の罪やミス、失敗など全部ターゲットのせいだと責めてくるんですね。なのでどんな状況でも自分は悪くないと言い張ってきます。ナルシストにも種類があるんですね。その種類はだいたい8種類に分かれていると言われています。基本的に2つ目のカバートナルシストは小さい行動を起こして少しずつ徐々に攻撃してくる特徴があります。カバートナルシストは本当に毒を持った悪性のナルシストに変わることもあります。隠れナルシストはおとなしく見えますし、受動的な行動が見られるんですが、実際は裏の顔を持ってたりします。彼らは壮大型ナルシストや悪性ナルシストに本質を変えていきなり表現する時もあります。隠れナルシストは体調が悪くなったりメンタルが不安定になったりすることが多いんですね。その理由としては自己陶酔的な供給、そのサプライを得れないので彼らは鬱っぽくなります。私の経験なんですが、隠れナルシストは最初本当に親切に見えますし、いい人だなって思うことが多いです。彼らは笑顔で挨拶したり、第一印象はいい人っていうことが多いんですね。なので彼らが本性を見せるまではこっちは気づけないんですね。私が以前攻撃された隠れナルシストは、前も話したように彼女自身の失敗を全部私に押し付けてきたんですね。私が関係ないことに関しても私を責めて責任転換してきたんですね。結果として私を責めて攻撃してきたんですが、でもそれって彼女の失敗なんですね。そういう人の心理っていうのは、人に罪をなすりつけて自分が楽をしたいっていうのが挙げられます。そういう人は他人を利用してメンタルを保つんですね。なのでナルシストは常に他人を批判して誰かのせいにしています。こうなったのは親のせい、こうなったのはあいつのせいだとか、こういう口癖を持っているんですね。なのでこういうことをよく言っている人には注意して観察することが大事です。最後にお伝えしたいことが、ナルシストやこういう性格を持った人はガスライティングをしてくるので、ターゲットになった人は自分の考えを否定され続けて過ごしているので、今自分が持っている考えっていうのは自分が決めたことじゃなかったりするんですね。要するにガスライティングなどをされた場合、自分が健康で幸せに暮らすために他人から植え付けられた考えを切り離す必要があります。前向きに自分を磨いてモチベーションを上げることに必要なことは、自己を認識することです。これは心理学で自我の目覚め、セルフアウェアネスって言うんですね。
例えば毒親なんかそうなんですけど、彼らは日頃から子供を責めてネガティブな発言が多いので、そういう環境で育ったり、たまに親で、あ、うちの子なんかどうのこうのとか、他の親に言ったりとかして子供の能力を否定する人っていますよね。よその子や兄弟と比べられて、どうせ自分なんてって自己否定をして後ろ向きな姿勢を持つことになりますよね。なので今ほとんど自分が考えていることって過去によって影響していることが多いんですね。今自分が持つ考えっていうのは意識的に自分が選んでいるものではなくて、過去の記憶から、例えば周りの人間、お父さんやお母さん、おじいちゃんおばあちゃんとかから植え付けられたものだったりするんですね。なのでガスライティングを誰かにされた時に、自分の信念を持ってどれが正しい、何が正しいっていうのを信じることが大事になってきます。例えば親がこれをしたら喜ぶとか、旦那がこれが嫌いだからできないとか、そういう物事を判断することですよね。元彼がこうだったから今の人もこうだとかいうのは、それは頭の中で決めつけていることだったりします。それを潜在意識って言うんですが、過去の経験などによって無意識に蓄積された価値観や習慣、思い込みから形成された自覚されていない意識と言います。ガスライティングをされると、誰かがこう言ったからこれが正しいって信じて疑わないんですよね。なのでセルフアウェアネスっていう、自分が何がしたいのか、自分の好きなことは何なのか、自分は一体どういう人間なのかっていうのを一度自分と向き合ってみるのもいいと思います。ナルシストと関わってネガティブな感情を植え付けられると、本来の自分を見失ってしまう可能性が高いんですね。そうなれば以前の前向きだった自分を取り戻す必要があります。まずナルシストの被害に遭ってる時もそうなんですけど、前に進まんと前向きな意欲っていうのは湧いてこないですよね。狭い考えの中で閉じこもっていて視野を広げないんだったら、自分を成長することができないんですよね。こういった状況になったら、自分はここから抜け出せないっていうふうに思ってしまうんですよね。でも私は何かを決断するときに、そこで立ち止まったら止まったままだと思うんですね。どうしてかっていうと、その先にもつながらないし、自分はどの方向に向かいたいか、そのために今何ができるのか、でそれを実行することが大事だと思うんですね。まず誰かにガスライティングをされても、自分が信じたいことを信じる、誰かに考えを押し付けられても他に選択肢があるということを考えることがほんまに大事だと思うんですね。参考になった、共感したっていう方がいたら、ぜひ意見も聞きたいのでコメントお願いします。今後もこういった動画をどんどん配信していくので、チャンネル登録よろしくお願いします。通知設定をオンにしていただいたら最新動画をいち早くチェックできます。では次回の動画で。